よし来た。イエイ来たぜ。来たぜ来たぜ。もういいね。引くね引くね。めっちゃ引くな。はい、皆さんこんにちは。今日も地ぬ釣りに四日市の方までやってきました。今お昼の12時なんですけど、ちょうど雨も上がったんで、ここから雨が降るまで狙っていきたいと思います。じゃあ餌はカニでやっていきます。だいぶ無くなりになっちゃってて。どうだ。よし、じゃあ俺はこっち側から攻めようかな。右と左に先行者一人おんでな。先行者一人という不利やろ。強いとあれやな、めっちゃやりにくいやろ。持ってかん。よし来た。イエイ来たぜ。来たぜ来たぜ。来たぜ。今でも重くし当たりが良かったな。よし来た。もういいね。引くね引くね。
めっちゃ引くな。シーバスやった。いけるか。1号やで、そのファイヤーは。そう、大したおでかさじゃないよ。死ぬじゃなかったわ、残念です。そんな手がないけどな、20センチぐらい。まさかの、そんな手がないしな。ぐらい40ぐらい。俺だけど測ってみよう。よし、これが持ってこなかったな。あ、でも40センチはあんねや。あ、これで、あ、ほんとだ、これで40あんねや。40って意外と半手がないやん。さすに、さすに。はーい、今日の釣果です。今日の釣果はシーバスが1匹釣れました。まあ厳密には、40センチぐらいしかないので生後なんですけども、まさかの血ぬ狙いで、生後が釣れましたので、これをさばいていきたいと思います。で、今回はとりあえずこれを、まあ、刺身にするか、あとはしゃぶしゃぶにして食べようかなと思うので、とりあえずは皮と鱗を取って、頭と内臓を落として3枚に柵取りまでしていきたいと思います。にしてもなんかこのシワス細長いな。3枚に下ろしていくかね。じゃあこのまま冷蔵庫で寝かせていきます。はい、それじゃあ、シーバスのしゃぶしゃぶの完成です。で、これからしゃぶしゃぶして食べていきたいと思います。で、このシーバスなんですけど、昨日も同じくしゃぶしゃぶで食べたんですけど、あれですね、明らかに2日目の方がですね、身が締まってて、なんか色味もちょっといい感じで非常に美味しそうなので楽しみなんですけど、これをしゃぶしゃぶしていきます。いいかな。で、あれですね、もうめちゃくちゃうまいですね。なんか、なんて言えばいいのかよくわかんないですけど、
まあとりあえずめちゃめちゃうまいっすね。で使ってるポン酢なんですけど、これ宮崎で買ってきた山江さんっていうところの日向夏ポン酢ってやつなんですけど、ポン酢基本的にやっぱちょっとお高いやつ買った方が、まあ、断然味美味しいんで、ちょっといいやつ買ってみてください。これも結構酸味がまろやかで美味しいのでおすすめです。じゃあすいません、お腹も空いてきたのでこのまま食べていきたいと思います。じゃあいただきます。